おはようございます、こんにちは、こんばんは、トフです。ってことで今日も元気にサーカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ってことでですね、まあ、今回もねチケットガチャ300連やっていくんですが、あのね100連ずつ動画上げたんですけどね、もう正直めんどくさくなりました。もう300連一気に行かせてください。ってことで、無料チケットガチャ300連いきます。あとね、結構ねこの無料ガチャで私運使い果たしてる感があってね、あ、バスタータックル、ロングシュート、ランアップシュート、そこら辺が全部こう手に入ってる。バンチフォーリット、オルンゲら辺ね。まあ全くね手に入ってないアムンソンだとかもいるので、まあアムンソン、ジョールズら辺、そこら辺も引けたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。はい、ってことでねやっていくんですけど、どうだろうね、あのね本当にね、やっぱ今回のこのチケットスカウトって、以前まあちょっとね1回前2回前とは違って、両スキルを手に入れるのがまあ半分目的みたいなところがあるのかなと正直思っていて、いや特にバスタータックルとロングシュートかな、まあ、あのレアな S ランクの S シュートはいいんだけど、そうじゃないところに関してはね、まあやっぱりスキルきちんと、取っておかないとっていうところで、それが一つ。あとやっぱ金コイン貯める目的だよね、まあ、星3星の選手きちんと売却してっていうところ目的になってくるのかなと思ってます。で、まあ、今んとこね300連引いてきていって、まあ、今回もサックルも300連引いていくんだけど、結構ね早速来たね早速来たんだけど、なんか結構出るね両スキル持ちが。これ私だけかな、バンチも多分ね5、6人目5人目ぐらいかな多分、5ぐらい、多分なんか持ってそうな気もするけど、でも5来てる気がするんだよな。まあ、バスタータックルすごく優秀なスキルで、バンチ自身で持っていてもいいし、ゴールキーパーにつけてもいいしというところでね、まあ、バンチ貫突したらもう1個つくしね、すごくいい選手かなと思います。ディフェンスリーダーっていうプレスタも汎用性あるしね。ここで運使ってるようでさ、年末年始のガチャでなんかちょっとゴミみたいな引きかましそうで嫌なんだけどね。もう年末年始のガチャというか、もう年末のガチャに関してはゴミみたいな引きかましちゃってるんだけど、もうすでにね、あのハーランドもオブラクも来ないっていうね。100連で6人ぐらいしか引けてないのかな、100連そんな引いてないか、あでも6人も引いてない、引いたか、特別獲得枠コミックするぐらい。ルンゲも来ていく、どんどん来るね。ランアップシュートもめちゃくちゃいいシュートスキルですね。まあ、現状ね、いろんな、シュートスキルある中で、私はね、本当にランアップはおすすめというか、好きなシュートです。シュートドリブルが一定時間ダイアップっていうのは、まあ、仮にシュート決まんなかったとしても、その後も効果続くしね、すごく特にフォワードにはおすすめの能力ですよね。ドリブルで抜きたいとか、まあ、シュート打ったら決まって試合途切れるじゃんというところもあるかもしれませんが、まあ、ちゃんと一定時間上がるというところでね、まあ、当たるんで来ていく。やばいね、もうポンポコ来るね。あかんな。今一応年末ガチャ、100連で止めていて、まあ、ちょっとこの動画をねいつぐらいにアップするかが分かんないんだけど、まあ、年始ガチャ銀世界久しぶりの全部さん、年始ガチャもね、まあ、一応100連引けたらなと思ってるんですけど、まあちょっと様子見だよね。年始どこの戦術が来るのかっていうところにもよるんですけど、サイドとかだったらそんな引かんくてもいいかなと思うのが正直なところと、やっぱりね 6% のガチャ引いてと思うんだけどね、 6% ガチャ引くべきじゃないね。6% ガチャ引くべきじゃないかなと思いますね。まあ、変な話、今のおーフリットありがたいですね。めちゃくちゃありがたいね、ありがとうございます。 S ランクパワフルロンガーマジで強力ですからね。でもフリット自体が強すぎて、もうフリットをフリットとして使いたいよね。めちゃくちゃ強いんだよね。アタッカーでまあパワフルロング持ってて OMF で、まあフリットらしくね適性がどこにでもあるっていうのも面白いんですけども、このゲームは赤適性じゃないとあんま使いようがないので、そこは残念ですが、かなりね私はこのフリットの能力込みでオフェンス能力すごく高いので好きですが、ファケット無限に来るなっていうところではあるんですが、まあ、そのカウンターとかもまあ、ユベントス来て、ミラン来て、で今回ワールドスターみたいなやつが来たかなと思うんですけど、あユーベミランでしっかり引いとけばっていうところですよね。最悪ユーベ 6% だったんで、ミランの 10% のところで、まあ、ガトゥーゾ、セードルフ、イブラヒモビッチとかってがっつり揃えておけば、まあ、今回ねそんなピオリ監督からマストで乗り換えなきゃいけないほどかなと。
まあ、ダイヤでね決勝トーナメント狙ってますとかだったらそうかもしれないんですけど、そうじゃないんだったらね、まあ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 ギリピオリ監督でもいいんじゃないのみたいな、感じもしますよね正直ね。特にベッケンバウアーがね、なんか攻撃も守備もできるよみたいな、ちょっとどっちにも煮え切らないんじゃないのみたいなステータスしちゃってるので、それもそれで気になったりするんですよね。まあ、難しいですね、ここはね。あとどうだろうね。やっぱ 6% ガチャ引いてて、引いた選手、同じ100連しても、全然貫突まで持っていけないんですよね。まあ当然なんですけど、6% なんで。一人当たりの確率も 0.666 って感じで、まあ10% ガチャでね、1人 2% とかで来るガチャ、まあ 8% とかで1人 2% とかのガチャだと、確率は例えばね、全体の確率は 6% と 8% しか違わなくても、8% ガチャは1人 2% で4人ですよ、みたいな。だから1人当たりの確率は 2% だからね、実質3倍の確率で当たるんだよね。今来てる 6% よりも1人当たりの確率がね。100連した時にやっぱ2人3人当たり前に引ける、まあ、運が悪いともちろん引けないこともあるんですけど、まあ、よっぽど運が悪くなかったらね全く引けないっていうことはないし、って考えるとね、引くことすらまんまならないこの 6% ガチャと比べるとね、やっぱりちょっと厳しいかなと思いますよね。6% ガチャ厳しいですね。できれば引くべきじゃないかな。よっぽどなんか背景違いとかがね欲しいっていう方じゃない限りは引かなくていいかなと思います。ちなみにね、ジョールズもアムンソンもね、いまだに一人も引いてないんだよね、私。ゼロ。ジョールズ、アムンソン、ゼロ。いや、いいんですけどね、別にスキルもそんな強くないし、プレスさもなんか、ファイナンスあるわけでもないし、全然いいっちゃいいんですけど、ゼロはちょっと気になるよね。パンチェコもまあ1ぐらいかな、多分。パンチェコも微妙な性能してるので、まあいいっちゃいいんですけど、なんか今回ね、ここで運使ってそうで嫌ですね。センターフォードトリックスターはね、あんまりプレスタがいないので、まあ、引いておけるとね、まあそこの制限来た時に使えるかなとは思いますが。っていうところでね、おぉ、金たくさんありがとうございます。金も嬉しいよね。まあ結局今回の星5って、売ってもね、金コインにならないので、まあ星4が、まあ、金コイン集める上では一番の当たりかなと思いますね。お金も手に入るしね。っていうところなんですが、まあどうでしょうね。やっぱ引くべきじゃないかな。6% はね、極力ね、無課金の方はやめた方がいいと思います。まあ、2% ガチャと戦術ガチャをしっかり引いていく方が、はるかにチームも強くなるし、よっぽどね、新しいプレイスタイル、それこそベッケンバウアーのフリーロールだとか、あとちょっと前で言うなら、であればゴレアドールみたいなところを、まあ、ストで引かなければいけないフォーメーションコンボじゃなければ十分だと思いますし、結構周年ガチャ 6% のガチャでね新しい役割とともに来てはいるんですけど、まあ難しいけどね、星4でギリギリ代用して貫突して、まあ、ちょっと後にですね、まあ、追加ガチャ追撃ガチャでそこを埋めてくれる選手がねちょっと安く手に入るので、まあそれで補うっていうのもいいし、まあ最悪 6% はね必須プレスター、新しいプレスターの選手、もしも1人引けたら撤退するぐらいの勢いでもいいのかなと思いますね。まあ 6% 何回か引いて思いますが、やっぱちょっと厳しいかな。ちょっと厳しいですね。さすがに厳しい気がする。まあ最近ゴレアドールとかもね、ゴン中山だったり戦術ガチャでバーディーが来て、対応してくれたりだとか、っていうところがあるのでね、6%はちょっとね、ゴリゴリ追うのもっていう感じですね。にしても、なんかすごいいい引きをしますね。チケットスカウトすごい引きがいいけど、大丈夫かこれ。こんなところで運使いたくないんだけどって思いながら、パンチェコ1、やっぱ未だにあれですよね、トリックスターとジョールズが来てないですけど、まあ、全然ね、トリックスターの選手名前忘れましたけど、2人引いたところで使わないしね、スキル移植もしないので、ボックスというかね、選手の預け先みたいなところにぶち込んで終わりなので、まあ、いっちゃいいんですけどね。まあ、ただ、無課金の方、微課金の方とかね、スキル移植しない星5の選手が6人揃ったんだったらね、ちゃんと検討すれば、間違いなく、戦力にはなりますし、スタメンとかね、自分の普通のチームで使わなくても、インターナショナルカップでね、すごく役に立ってくれる選手ですので、ジョールズとかも強肩ついてて悪くないしね、ぜひぜひね、いらんからって言って、どうせ売っても金コインにならないので売るんじゃなくて、ちゃんと限界突破して戦力にしていただけたらなと思います。まあ結構ねいい引きしちゃったんですけど、年初もねいい引きできるように頑張りたいと思います。ってことで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。
もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。